今回の福井文化チャンネルは、千歳くんはラムネ瓶の中を通して福井を案内する動画21回目になります。今回最初にご紹介するのはほこでん公園、ほこでんと読みます。作品の中でこの公園の名前が出てくるわけではありませんが、よく行くバッティングセンターと国道8号線の間という説明や、作品で書かれている公園の特徴を参考に探してみましたところ、このほこでん公園を見つけたわけなんですが、この作品で描かれている、公園の特徴の部分を今読ませていただきます。住宅街の中にしてはそれなりに広いグラウンドと、鉄棒や滑り台、ブランコにシーソーといった遊具が設置された広場、校舎は盛り土で1メートルぐらい高くなっていて、その境目にある短い階段と書かれておりまして、モデルになった公園はこのほこでん公園で間違いないんじゃないかと思います。ただその残念なことにですね、この撮影した日雨が降っておりまして、梅雨入りに入ったシーズンだったので、この日を改めたところで次の機会はいつになるだろうとも見当がつかなかったもので、この日撮影を強行したわけなんですが、この直後にですね豪雨になりまして、これでもまだタイミングの良かった方でした。ゆとりコーヒーは福井県発祥の喫茶店チェーンで、現在福井県内に8店舗、石川県に2店舗営業しております。今回は作品に出てきましたアオッサ店に来ております。アオッサ店のお店の入り口は建物正面側とアオッサの内側から入れる入り口があります。ここのお店は初めてなんですが、ゆとりコーヒーでも別のお店は何度か行ったことがあります。モーニングが他のお店より少しちょっと充実した印象がありまして、うちの奥さんと一緒に朝寄る時があります。今回の五感に登場する福井県の名所で残すところとしましては、福井フェニックス花火と休暇村が物語の舞台として要になるかと思いますが、このうちフェニックス花火のご紹介をさせていただきます前にですね、今この Google で表示させておりますこちらの通り、北橋通りという道になりますけれども、ここもちょっとご紹介させていただこうかと思うのですが、作品ではですね、まず千歳くんたちいつもの友達グループが東公園、この東公園も今まで何度も出てきていますけれど、東公園に集合しまして、そこから花火の見えるポイントに集合するという流れだったかと思いますが、その途中屋台の出ている通りを通っていましてですね、この花火の日に屋台が並ぶ通りが今ご紹介させていただいている木田橋通りになります。私も去年のフェニックス花火の時、家族を連れてこの通りを歩いていたのですが、例年ですね、この北橋通り、花火の当日は橋の北側から南側にかけて車両通行止めになりまして、車道もこの歩行者で溢れている状態になります。大変なこのにぎわいになるのですが、これは儲かるんですかね、ここに屋台を出すと。この日一日で結構な売り上げになっているんじゃないかと。この人のにぎわいをお金に話にするのはちょっといやらしい話ですが、結構な売り上げになるんじゃないかと想像してしまうぐらいの人だかりになります。というお話でした。続きまして、花火大会についてのご紹介になります。全国どこでも目玉になるような花火大会というのはあるでしょうし、それに対してこの福井の花火はこういう感じですと、
特別お話しできるような特色もないのですが、この動画の花火は昨年2022年の花火になります。撮影場所は前回、前回かな、第18回目の動画でご案内した阿諏訪川の河川敷になります。福井フェニックス花火は例年福井市で開催されている福井フェニックス祭りの行事の一環であり、祭りのクライマックス、締めくくりの行事になります。フェニックス祭りは1954年から開催されている祭りで、空襲、震災、水害からの復興を祝って開催されました。フェニックス、不死鳥は多くの災害を乗り越えてきた福井市のシンボルとされていることから、フェニックス祭り、フェニックス花火の名称に使われております。ここがですね、五感の中ですごく重要な舞台だということはわかるんです。本来ならここの取材に力を入れて動画のクライマックスにしたいところなんですが、どうしてももう実際に宿泊して隅から隅まで遊び尽くさないことにはうまく伝えられないと思いまして、まあしかしそれができないと、まあ、お金的な話とか日程的な話とか家族の都合とか、まあいろいろありまして、この休暇村の会はもうこれこの通りです。Google Earth で回すだけで終わりたいと思います。いつかこの千歳くんはラムネ瓶の中の動画とはまた別の企画になるかもしれませんが、まあ、休暇村遊びに来ましたみたいな動画が作れたらいいなという課題を残しましてですね、今回の動画はここで、終わりたいと思います。